皆様こんにちは。パンフルート奏者の大塚進と申します。先日よりですね、この小さなですね、パパゲーノの笛の紹介をねさせていただいているんですけれども、前回のビデオにおきまして、実際にこの小さなですね、パンフルートなんですけども、実際に曲の中でですね、吹いてみて、実際に吹いてみてですね、演奏してですね、この楽器の紹介をさせていただいたんですけども、今日はですね、ちょっとその続きなんですけども、3つの楽器をですねちょっと用意しました。で、この小さい、一番小さいのがですね、前回紹介しました、高い音のするね、高い高音域の楽器なんですけども、それ以外にですね、ちょっと2つの楽器を作ってみたんですけども、これは実際にですね、特に声楽家の方がですね、声楽の歌われる方がステージですね、実際にこの、モーツァルトのね、アリアをですね、パパゲーノのアリアを歌いながらですね、歌いながら実際にこの楽器を実際にご自身に吹いていただくという、そういうことを想定してですね、作っている中で、ちょっといくつかですね、いろいろ考えがありましてね、オプションもありましたりですね、いろんな選択肢が出てきましてですね、で、ちょっと今日はこれをね、実際に吹いてみたいと思うんです。で、吹いた後でね、またいろいろ説明したいと思うんですけども、で、まずはね、前回と同じように、順番にですね、この3つの楽器を順番にちょっと吹いてみますので、で、ちょっと聞いてみてほしいんです。それからちょっと説明をさせていただきますね。で、まずこの小さい、ここからいきましょうか。またちょっとその、画面を見ながらですね、それに合わせて、吹いてみたいと思います。聞いてみてくださいね。実際に皆さんがこうやってね、今歌われていることを想定してね、吹いてみたいと思います。ですね、まずこれやってます。今度はね、こちらをちょっと大きいんですけどね、これをやってみたいと思います。人まで大きいやつですね。どんな音がするか聞いてみてください。順番にやってみますね。これとこれとこれ。ですね、3種類の楽器をちょっと吹いてみたんですけどもね、ちょっと説明させていただきたいと思うんですけども、まず最初に吹いたのがですね、前回まで紹介してきましたですね、高音域ね、かなり高い音なんですけども、高い音域での、楽器でした。で、その次にね、この吹きましたのがですね、ちょっと一回り大きな楽器なんですけども、
ちょっとこれはね、要するにお気になった通りですね、1オクターブ低いんですよ。1オクターブ低い楽を取るね、音色もちょっとそのだいぶ感じが違うんですね。こちらは結構高い音でピンと通るんですけどね、こっちはもうちょっと柔らかい音ですね。本当にそのパンフルートらしいっていうんですかね、本当にパンの笛っていう感じの音色なんですね。でまず、どうしてこの2、こっちの低い方を用意したかと申しますと、まあいくつかの理由があるんですけども、まず1つ目の理由としましてはですね、実際に声楽の方がね吹かれるときにこの高い音っていうのはね結構難しいんですよね。そのパンフルートを吹く人間でもですね、この高音域っていうのは相当訓練を要するわけなんで、その高い音をですね、その声楽の専門の方がね急にとかしばらく練習してもなかなかね、高い音がなかなかその綺麗に出すのは難しいという、まあ、実際的な問題がございまして、でそれに対してね、この1オクターブ下の楽器の場合はですね、それと比べるとね、まあ吹きやすいわけですね。音が出しやすいというかですね、まあ、ある程度練習するとこの高い音よりはこの低い音の方がですね、音を出すのはよ、まあ、一般的に言うとね、まあ、簡単だというですね、そういった一つの理由がありましてね、これはやっぱり実際にステージでですね演奏するということを想定した場合にはですね、その容易に音が出せるということはとても大きな要素でございましてね、でやっぱりこちらの選択肢もあるんではないかなと思ったわけです。それからもう一個の理由としましてはね、音色の問題なんですけども、まあ、違いがあるわけですね。オクターブの違いで随分こちらは力強くてピーンと通る音でね、そのインパクトはあるんですね。でそれに対してこちらの音は本当にパンフルートらしいね、柔らかいその温かい音でね、まあ、こちらもこちらこれはこれでね、魅力があると思うんですよ。その何ていうんですかね、音圧というかそのピーンとその力強い感じはね、ちょっとその柔らかくなるんですけどもね、それでも こちらはこちらのね音色の魅力があると思いましてね、とても綺麗な音色なんでね、これも多分実際ステージでですね使うと面白いんじゃないかなと思うんでね、まあ、そういうことが一つあるわけです。でそれからね、もう一つの、まあ、3つ目の理由としましてはね、そのステージでのことを想定してるわけなんですけど、その視覚的な問題なんですよね。これをね、ちょっとまだこれは作ったばかりなんで何も施してないんで、素の楽器のものなんですけども、これに、まあ、実際には紐かなんかをつけましてね、首にかけて、でこうやってその首にかけた状態でね、こうやって、ステージに立つということを想定されるわけなんですけども、こちらは小さいわけですね。小さいとやっぱりそれだけパッと見た時にですね、あんまり目立たないということがありまして、それに対してこちらの方がね、どうしても1オクターブ低いですから一回り大きくなりますから、そのためにそのパッと見ね、パッと見た時に、あ、笛だな、パンの笛だな、パッパゲンドの笛だなってことが視覚的にアピールできるわけなんですね。でそういった点でですね、こちら大きい方がね、そういったその舞台のステージ上の視覚的な効果としてはね、ちょっと有利っていうか大きいことが あるんじゃないかなと思いましてね、でこちらの楽器のね、まあ、選択肢も、設けたわけです。それで、ね、それでね、ではこちらの楽器は何なのかというとですね、これはね、じゃあいろいろ考えてね、作ってみたんですけども、まだ作り途中なんで、その試作品なんですけどね、まあ実際にはこういった横棒をつけましてね、こうやって首にぶら下げてという形になると思うんです。でまず一つはね、このこちらのタイプとこちらのタイプね、何が違うかを説明しますとですね、実際の音は同じなんですよ。同じ音域なんです、これに対してこちらもね、同じ音域なんですね。でところが実際の大きさはね、大きさはこちらは、ね、結構でかいわけですね。こうやって見るとかなり大きいわけですね。パッと見てすごく視覚的にね、これは効果があるわけですが、どういうことかというとですね、これちょっとね、結構荒技というかね、結構とんでもないことがあったんですけどね、要はですね、話を説明しますと、この2つの楽器を作った段階で、でもね、実際問題としては音はね、音は高い音が欲しいんだけども、楽器としてはね、大きい楽器が欲しい。その音は高いままで、でも しかしその視覚的にはね、結構目立つ楽器が欲しいっていう場面をね、実際問題としてあると思ったわけです。で何をやったかというとですね、これちょっとその非常に荒技なんですけど、まあ、こういうことなんですよね。どういうことかというとね、最初にこの小さい楽器を作っておきましてね、バラの状態でそれぞれの楽器を竹をね5本作っておきまして、それをうまくね、うまくこの中にね押し込んだわけですよ。大きい太い竹の中にね、太い竹の中に1本ずつぐいぐい押し込んでですね、見てわかりますかね、ちょっとそばで見てわかりますかね、
こういう状況ですね。こういうな、こういうつまり、中にね、差し込んだんです。小さい楽器を大きい楽器に差し込んだので、まあ、結論としましてね、その、形は大きいんですけども、実際に鳴ってる音はね、この高い音という、そういった楽器をね、作ってみました。で、お聞きの通りね、音色は、まあ、基本的に同じなわけですね。ただ、パッと見違うということです。だこちらの選択肢もあるということなんですね。で、もう一個その視覚的なことで言いますとね、これは小さい、まあ、小さい大きいではなくて、その、処理の、その、なんですかね、その仕上げの問題なんですけども、こちらはね、基本的には非常に洗練されてるんですけどもね、これはルーマニアという国のルーマニアのタイプなんですよ。このパンフルートは、まあ、今ルーマニアがね、中心というか、そこから新しい現在のパンフルートはね、できてきてるんですけども、非常に洗練されていてね、美しい状態で作ってあって、ただしその紐をつける穴がね、ちょっと小さいんですね。だからちょっとその紐を通すのは難しかったりね、ちょっと細い紐になってしまって、ちょっとその扱いが難しいっていうことと、非常に洗練されて美しいんですけども、ただね、実際このマテキのオペラのですね、舞台のその視覚的な問題でいうと、そのこうやって美しくね、洗練されてる楽器よりは、むしろこちらのようにですね、素朴なですね、その昔ながらの、その昔から伝わるね、この棒、パイプを束ねて、そこに横にね、横にその補強をつけて、こうやってぶら下げるという、この一般的なね、こちらの方がその何ですかね、プリミティブというか、その本来的というかね、昔ながらの古いやり方だと思うんですけど、こちらの方がですね、かえってその舞台効果としてはね、アピールっていうかね、いいんじゃないかなっていう、そういった選択肢もありまして、で結局ですね、そういうことでいろいろな選択肢ができるんですけども、一つはですね、まず、音について、高いオクターブか低いオクターブかね、その選択肢があり得るわけです。だからそれは言っていただければですね、どちらにでも作ることができるということが一つあるわけですね。それから次の選択肢としましては、小さい楽器の方でいいか、それともそのちょっとね、荒技で中に押し込みましてね、その二重にしてあるんですけども、その大きい楽器で作るかどうかっていう、この選択肢もねありますので、皆様のご希望でね、沿って作ることができるんです。それから3つ目の選択としましては、まあ、どちらにしましても、このね、ちょっと洗練されたルーマニアタイプのね、ルーマニアタイプのその台にするか、それともこの、昔ながらのね、素朴な、本当に昔のギリシャ時代から伝わってるようなね、そのような形にするかね、これもどちらでも選択肢があるということで、そういったいろんな選択肢の中でですね、皆様にですね、希望のものをね、言っていただければお作りできるということでですね、今日はそういうそのことを紹介させていただきました。ぜひですね、なぜこのようなことをね、その全然しばらく前からやっぱりその紹介してるかと言いますとですね、やはりそのこのパンフルートという楽器はね、本当に素晴らしい、力強くて澄んだね、いい音がするということがありまして、でこれをですね、現在はそのマテキのね、オペラの中では代用、まあ多分代用ということだと思いますけどね、フルートでバックでね、バックでフルートで吹いたり、ピッコロで吹いたり、あるいはその、リコーダーのようなね、リコードのような音色のする楽器があるらしいんですけども、そのような楽器でね、吹いてることが多いと思うんですが、ただやっぱり正真正銘のね、もともとのその、パッパゲーノが首にぶら下げていた楽器というのは、ね、やっぱりこのパンフルートだと思うわけですよね。だからやはり、この本物のパンフルートでですね、実際に音を出すというのが、やはり一番、そのふさわしいとかね、もともとの形に近いんじゃないかなということがありましてね、日本全国どこのコンサートにおきましてもね、このマテキのオペラでこの、パパゲーノのアリアをね、歌われる場合には、実際のパンフルートで皆さんにね、実際に歌いながら吹いてほしいという、そういったね、その希望というかね、そういったイメージがありましてね、それをぜひどこでも実現してほしいという思いがありまして、それでこうやって楽器を作らせてもらってるわけです。楽器はですね、直接私の方に連絡していただければ、ご希望に沿った形でね、いろんなオプションがありますから、音域のこととか、その形のこととかね、大きさのこととか、いろんなオプションがありますので、ご希望の形を言っていただければですね、それに沿って作ることができます。それから、こちらは埼玉県の新座市というところなんですけども、こちらまでちょっとね、おいでいただけない場合にはですね、東京都内のね、目白にあります、ギタララ社というお店でですね、この私の楽器置いてありますので、ぜひ覗いてみてください。ギタララ社の場所とか、そのお店のご案内は、
この情報欄の下の方にですね、あのアドレスを書いておき、入れておきますのでね、そちらをクリックしていただければと思います。ということで今日はあのこのちっちゃい楽器と、人まで大きい楽器と、それから形は大きいけど中身は高い音というね、3つの楽器の紹介をさせていただきました。ぜひあの声楽のね、声楽の方、歌われる方が実際ね使っていただければ嬉しいと思います。ちょっと最後にね、もう一回音出してみようかな。こんな音ですね。とても綺麗な音ですね。からこちらが、オクターブ下、これもいいですね。からこちらが、オクターブ上なんですけども形が大きい。ちょっとね、缶と缶の間が離れておりますのでね、ちょっとその私自身がね、慣れるためにちょっとその慣れが必要だったんですけどもね、でも慣れちゃえばね、同じように、かえって音と音がね、あの離れているんで、その音の分離がいいということもありましてね、まあ慣れれば大丈夫ですね。まあ、こんな音がします。ということで、ぜひ、ご連絡いただければお作りしますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございます。さあ、それでですね、すみません、最後にね、実際の、音の出し方とか実際の吹き方に関しましては、この前の前回ね、アップロードしましたビデオの中でですね、詳しく説明しておりますので、ぜひそちらをご覧いただければ、口のアンブシオの方法とかね、いろんなこと分かると思いますのでね、そちらをご覧いただければと思います。ということで今日は、またどうもありがとうございました。ではさようなら。